はい、どうも池です。本日は今後のルナシーの不安要素に関してのお話をしていきたいと思います。まず、言っておきたいのが、ルナシーの、メンバーの演奏力、歌唱力とかそういった部分に関する不安を話をしたいわけではございませんので、そこはご了承お願いします。今後のルナシーの活動としての不安要素というんですかね、そこに関しての、お話をしていきたいと思うんですが、最後の結論のパターンとして僕の中では2つ可能性があるのかなと思っているんですが、今度の東京ドームの時に多分発表される、もしくはそのちょっと前に発表されるんじゃないかなと思っていることがございまして、それのお話をしていきたいと思います。で、まあ今もちらっと話をしたように2つ可能性というのが考えられるんですが、その結論に行く前にですね、今回のエラトゥエラー、前後の活動だったりとか発言とかをちょっと取り上げていきたいと思います。まずですね、5月の29日、今年の5月の29日ですね、スレイブミーティングありました。で、会場で、見ている方で、配信も確かやってましたよね。で、配信で見ていた方も、え?って思った方が多いんじゃないかなと思うんですけど、東京ドームの公演の発表がされた時に、大きな覚悟を決めてみたいな感じで発表された時に、会場でも、みたいなすごい不安な声みたいなのが上がってたんですよ。で、まあ多分配信見ていた人も、まあ人によってはそれを不安に感じた方もいるのかなと思うんですけど、まあ僕はそこに関しては不安に思ってはいなかった。で、今も、まあそこだけの発言では別に不安要素はないのかなと思っていて、まああくまで覚悟を持って覚悟を決めてっていうのは、東京ドームという、今のルナシーの状況を考えると、まあ、ちょっと現実的に見てですよ。まあ、かなりキャパ的に厳しい会場だとは思うので、まあ、そういう意味での、まあ、覚悟を決めて、やっていこうという話だと思っています、僕は。なので、そこに関しては特に不安要素は感じていないんですが、まあ、人によっては、そこをちょっと不安に思った方もいるのかなと思います。はい。そしてですね、これも、確か、名古屋公演での発言だったと思うんですが、エピソード3が始まってちょっと経ってからぐらいかな、グレイトの対バン、ザ・ミレニアム・イブ2024が発表されました。で、名古屋公演の MC の時にですね、グレイトの俺たちに、グレイト俺たちのにとって絶対に必要なピースで、それが東京ドームにつながっていくみたいな感じの話をしていて、で、確か杉蔵の発言だったと思うんですけど、けじめをつけるっていう、けじめをつけるっていう発言をするんですよ。でですね、またちょっと話は戻って大阪公演の話に戻るんですが、杉蔵が、MC の中のトークで最後の晩餐っていう言葉を使ってたんですよ、確か。ちょっと正確な言葉じゃなかったかもしれないですけど、まあ最後の晩餐みたいな発言をしているんですよ。最後の晩餐っていうね、ちょっと不穏な空気をもう感じ始めてるのかなと思うんですが、で、さらにですね、まあこれはプラスの要素の時にも話をしているんですけど、龍一が確か発言をしていたと思います。これも名古屋公演です。誰でもできるドームじゃダメだみたいな発言をしていて、けじめをつける、覚悟をつけるって、覚悟を決めるみたいな発言もしていたんですよ。はい。で、そしてですね、またいろいろ大きく話は戻ってですね、だいぶ前に僕が出した動画で、I Will, Love, Cross。この3枚のアルバムを一つの3部作というふうに僕は捉えていて、一つの区切りがもう今ついている状態だと思うんですよ、オリジナルアルバムとして。で、さらには、そのリブート後からの活動として、2010年の CY のドーム公演、
そして2018年だったかなのイメージオアリアル、そしてサーチフォーエデンの埼玉スーパーアリーナ公演、そしてデュアルアリーナツアーでのマザーオブラブ、マザーオブヘイト、アンエンディングスタイル、そして、今回のエラトゥエラで今までのその5つの公演プラスアルファ、シャイニングブライトリー、ブランニューカオス、前も言いましたがブランニューカオスと僕は言い続けます、絶対変えません。はい。でその公演を終え、ここでもまた一つの区切りがついているんですよ。でその上でグレイとの対バンは絶対に必要なピースだという発言をしているんですよ。うん。なので全ての要素において区切りを今つけてしまっているんですよ。良くも悪くも。もしまだ埋まっていない、埋めていないピースがあるとすれば、ネバーソールドアウトなんですよ。キャパシティ無限大。まあこれはさすがにちょっと現実的に難しいとは思うんですけど、まあ野外における、まあキャパは、その当時よりは大きく異なり小さくなるとは思うんですけど、まあその要素もあるのかなと思うんですが、それくらいでほとんどの要素は区切りをつけてしまっている、けじめをつけてしまっているんじゃないかなと思うんですよ。で、ってなった時にその東京ドームを持って、最悪なケースとしては解散があるのかな思ってます。でただですね、もう一個の選択肢としては休止、活動休止をするのかなと。でこれに関しては僕は、非常にプラスに捉えております。活動休止をする場合で、皆様もご存知の通り、クロスユニバースのツアー前後から龍一の喉の調子が悪く、で手術を終えた後も確かソロのライブでの MC とかでの発言だったとは思うんですけど、主治医からどんどんライブをしなさいと、安静にするのではなくライブをしていこうみたいな話をされて、で、活動を一度休止をした、半年後ぐらいにはもう、活動を再開しライブ活動をするようになって今に至るんですが、やっぱりそこからね、なかなか龍一の声の状態も良くなっていない状況で、本当に龍一は苦しい状態で続けている、本当に辛い状態で続けていると思うんですよ。で、まあこれは直接その内容には関係ないんですけど、土屋さん、杉蔵が尊敬する土屋さんなんですが、X での発言をしていたの皆様ご存知でしょうか。あえて僕は今までこの言い方を避けてきて、まあ一部でちょっと使ったぐらいで言わなかったんですけど、今回はもう土屋さんが X で、その言葉を使っているので、あえて僕も今回はこの動画だけではちょっと言おうと思います。龍一の口パク疑惑というやつですね。まあ口パクですね。はい。いつからだっけな、クロスザユニバースの時からかな。うん。言い方悪いと口パクですね。で、人によってはまあ動機という使い方をしたりとかいろいろあるんですけど、まあ気づいてる方は気づいているんじゃないかなと思うんですけど、まあ気づかない人もいたとは思います。で、これに関しては前、だいぶ前の動画でもう僕がめちゃめちゃね、思いを語っていたんですが、まあ、ルナシーのメンバーってやっぱりね、完璧主義であり、全員が納得しないと、ね、進めていかない。まあその要素に関しては昔よりもだいぶ緩くは弱くはなっているとは思うんですけど、やっぱりそれがルナシーの姿とだと思うんですよ。で、そんなルナシーが、龍一のその状態
そしてまあ口パク動機を許したというか、まあそれを踏まえた上でライブをやっていこうという決断をしたのって本当にいろんな思いがあったと思うんですよ。本当に辛い決断だったとも思うし、まあ当の龍一本人は余計にもっと辛かったと思うんですよ。でクロスユニバースの時本当に思ったんですけど、もうメンバーがね龍一の声がうまく出なかった時のフォローをしようっていう、こう前に前にっていう場面を何度も何度も見かけて、本当にそれで何度も泣きました。その姿を見て、その姿勢を見て、でそんな姿を、そして昔からのルナシーの姿を見ていてですね、そのまあ口パクというか動機というか、まあそれに関してさ批判なんてできないですよ。本当にこういろんなことを踏まえて、いろんなことを考えた上で、それが最良の決断だとルナシーが選択したわけですよ。ルナシーのメンバーが選択したわけですよ。でそれをね批判したりするとかはね、本当にファンなのかって思うんですよ。もちろん音にこだわって作り上げることこそがもちろんルナシーだし、まあある意味ではそれに反することだとは思うんですけど、でも今までのルナシーの姿勢を見てきたらさ、やっぱ言えないでしょ。本当のファンならルナシーが、龍一が、杉蔵が、イノランが、J が、深夜が決断したことですよ。全員が納得して決断したことですよ。ね、そんな姿を見せてくれた、まあ今もその姿を見せてくれているわけですよ。まあやっぱり結局ね、まあ、それを続けていた上でもやっぱりどうしてもまあ引っかかる部分というかっていうのは絶対メンバー全員があったんでしょう、何かしら。そんな中でもやっていこうと決めた中でもやっぱり引っかかる要素っていうのは絶対あったと思うんですよ。なのでそれを、それもありですよね。この東京ドームを区切りに、まあ、多分解散ではないと思うんですけど、活動の再休止というか、をして、龍一の喉の状態を安定させて、それでまた2年後、3年後、まあ1年だとなかなか難しいと思うんで、まあ2年ぐらい、3年とかまで行くと長いんで、2年ぐらいとかでまたね復活をしてくれたらいいのかなと僕は考えております。なんで最悪の選択肢には多分ならないとは思うんですけど、おそらく東京ドームを区切りに活動休止するんじゃないかなと。そしてその活動休止に関しては僕は本当に嬉しいと思います。間違って捉えてほしくないんですけど、あくまで僕はそれを嬉しいと言った発言に関しては、その龍一が辛い状態で続けていく今の現状を何とかしてほしいっていうのをずっと思っていて、ずっと、まあ、いろんな動画で言ってるんですよ。なんでやっと龍一がこう休むことができると、なので活動休止はしてほしいかなと、むしろ思ってます。で、まあ、もしね実際にその活動休止になった場合なんですけど、今までのことを考えると、実は僕が考えてること、今言ったこと以外にもプラスの要素って実はあるんですよ、他の皆様にとっても。というのも、多分一定期間ごとに過去の作品、映像作品を、多分発売してくれるんじゃないかなと。まあ、年に1回とかなんかそんな感じで、まあ、あとはあわよくばルナシーフィルムとか、まあ、表だった活動じゃない部分でいろいろと活動というか、まあ、作品化だったりとかそういったことをしてくれるんじゃないかなというのも、これは非常に大きい可能性として考えられるのかなと。で、
まあこれはあわよくばですが、まあ、ベストアルバムとか、ネバーソールドアウトみたいなものも出してくれるんじゃないかなと思っております。でもしその東京ドームの後も継続した活動があるのであればなんですけど、前の動画で話している無料ライブあるんじゃないかなっていうのをちょっと思っていて、まあ、あくまで23日のドームまでで一つの区切りをつけました。なのでまあ一つの終焉にはなると思うんですけど、そこからやっぱりまたスタートを、再度のスタートを切るという意味で、2010年のリブートの時を思い出すと、ドーム 2days の 3days 目に無料ライブ CY のライブがあったじゃないですか。なのでまあ、その再度のスタートを切るという意味で無料ライブをやってくれるんじゃないかなっていう期待をちょっとしております。まあ、過去の活動をたどるみたいな感じにはなるんですけど、そういうのをやるんじゃないかなとちょっと期待しております。でこれは本当にただの妄想で可能性は極めてゼロに近いと思うんですけど、その 2days のライブを終えてその翌日24日に無料のライブ、そして CY としてのライブをやり、改めてそこからルナシーとしてではなく CY のルナシーとしての活動をやるなんていうのもちょっとありなのかなと妄想しております。まあ可能性は低いでしょうけどね。で今日はですね、前の動画もそうなんですけど、この3連休中にルナシーの動画2本上げるというのをコミュニティで発言したはいいけど、思った以上にですねちょっとやりたいことというかやらないといけないことがいろいろあってですね、ちょっと心のモードが切り替わってないんで、ちょっと吐き出したい思いをまだ吐き出しきれてないっていう、うまく表現しきれていない部分があるので、あれどうしたって思う方もいるかもしれないんですけど、まあでもね、僕が、これから先も何年も何十年も経とうと、人生のすべてをかけてルナシーを愛していくことには変わらないので、まあそこは、変わらず、変えずに、そしてより深く、より強くなっていくように、僕はルナシーを支えていこうと、応援していこうと思っております。はい、なんかね、中途半端な感じですが、今日はここで終わりたいと思います。はい、というわけで、いろいろと不安な部分だったりとかいろんな期待もあるかとは思いますが、2月の22、23の東京ドーム公演、皆様さまざまな思いを抱えながら迎えましょう。そして2日間最高のライブにみんなで作り上げていきましょう。ライブはメンバーやスタッフだけでは作り上げることはできません。僕たちがいてこその最高のライブが出来上がるんです。みんなで最高のライブ作り上げましょう。というわけで今日はここまで。バイバイ。